今回は5週間分の食材と野菜の保存方法を紹介しちゃいます。アメリカでまとめ買いしている方いらっしゃいますか？我が家は5週間分の食材をまとめて買ってるんですけれども、今回はどんな感じかなっていうのを紹介しちゃいますね。まずはコストコみたいな大型スーパーで購入するのはほとんどオンラインで注文していまして、駐車場まで持ってきてくれるピックアップオーダーってやつをやってます。オンラインで注文できなかった商品は前回の買い物チャレンジで紹介していますので、お店の中が気になる方は前回の動画を見てくださいね。コツはピックアップする2、3日前に余裕を持ってオーダーするのと、我が家のようにトラックで行く際にはクーラーボックスが必要になると思います。ピックアップする時間は基本厳守なんですが、指定時間が過ぎても24時間はキープしてくれるそうです。続きましては、大型スーパーほどの量がいらない食材は普通のスーパーから配達してもらってます。今私たちはウォルマートプラスという会員に入っていますので、配達は無料なんですけれども、入ってない人たちは8ドルから10ドルほどの配達料金がかかるそうです。いずれにしても最低35ドル以上の商品を購入することが必要です。コツは前日に余裕を持ってオンラインでオーダーしておいて、昼間の早い時間帯の配達の方がミスが少ないように思います。前回の動画ではオーダーミスがあった時の対応を紹介していますので、デリバリーである問題の対応が気になる方は見てくださいね。これからも何かコツが見つかったり困った状況になりましたら、皆さんにどんどん紹介していきます。最近の新しい情報としましては、受け取りサインがつくようになったということですかね。Oh, you're gonna start inside up too? Oh, I see. Thank you. Have a good day. はい、帰ってきました。これが5週間分の4人家族、猫と犬、キャットフードが多分中に入ってるのかな。とりあえずサムスクラブの、これがですね、サムスクラブで手に入れたプロダクツになります。まだね、もうちょっとね、ウォルマートからのやつの野菜とかも入ってるんですけれども、とりあえずこのくらいかな。私がいつも5週間分、4人家族と犬1匹、猫1匹の、家族となっております。食事の方5週間分ですね、ずらっと並べさせてもらいました。どうでしょうか、すごい量でしょう。もうね、2つの大きいボックスプラス、アイスボックスのやつも新しいやつをね、買ってきましたので、それに入れて持って帰る形になっております。ものすごいでしょう。これでね、5週間分買い物行かずに、まあちょっとだけレタス買ったりトマト買ったりの新鮮野菜をね、ちょこちょこっと買うことはありますけども、だいたいこんな感じになっております。じゃあこちらの方から紹介していきますね。お薬系はね、アスピリンとかですね、あとはいつもなんだ、ドラッグストアのやつで紹介しましたバイタミン C ですね。ビタミン C の方がグミで食べる形になります。あとはビネガー3着に必要なビネガー2箱だから4ガロンありますね。あとですね、缶詰のやつは、まあ、保存が長く効くので缶詰の方を使っております。あとはね、スターバックスのコーヒーとか感じでね、買ってきたりしてます。猫が遊んでますけど、ピーナッツバターとか、あとトマトとか、あとはですね、アボカドとかスイカとかスナック類とかですね。こちらの方はチーズパックのやつのスナック、やっぱね、なんだ、夏休みに入りましたので、この分のね、スナック類がたくさんいるような形になっております。お店の中でも言いましたけれども、新鮮野菜の方、レタスとかトマトはちょくちょくまた買い出しに行く形になりますけれども、そういう形と、あとはね、フローズン、レッドモンドのね、ブロッコリーなんかの野菜とかで継ぎ足し、あとはこのポテトかね、ポテトとかこういう形のやつで、野菜を取るような形になっております。あとはリンゴとかね、新しいタイプのリンゴ、こういうのがありましたので、いつもね、フジアップルか、あちら、ウィノーマルゲリンガラ、The Gala or Fuji? ガラ or Fuji? こんな感じになっております。多いでしょう、はい、お肉類この辺ですね、グランドミート、これ、ひき肉、牛肉のひき肉で 10% が、油分で、脂肪分で 90% が赤身のお肉を混ぜたやつになります。あとこちらの方がサーロインポーク豚肉ですね、これを切って冷凍して
保存する形になります。そのうちね、冷凍保存の仕方とか冷蔵保存の、プレップ、前にねビデオを作ってたこともあるんですけれども、あれも結構2年か3年ぐらい前の形になっておりまして、新しいバージョンの方もまたアップグレードしてね、皆さんの方に紹介していきたいと思いますので、保存の仕方を長くね持たせるためにはどうしたらいいのかっていう形になります。アメリカのねプロダクツになっております。そんな感じでこの猫もね冷凍して後で美味しくいただきますよ、猫鍋としていただきましょう。こんな感じですね。あとはバターとかそういうデイリープロダクツとかもある形になります。あとはローションとかプロテインとか、こういった形もね全部その食品の中に入れる形で、このグロシリーズチャレンジ5週間分1200ドルでやりくりするという、一食あたりをだいたい3ドルぐらいの1日のね食品の方を3ドルぐらいで抑える形のチャレンジをやっております。これからもどんどん紹介していきたいと思いますので、よろしかったらですねチャンネル登録の方とノーティフィケーションベル、シェアなどしていただけると嬉しいです。グッドボタンも押していただけると嬉しいです。これからまたね、どんどん続けていきたいと思います。毎週末はやらない、毎月毎月はやらないんですけれども、ちょこちょこ時間があるときはねやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。何かね質問がありましたらまたコメントの方に書いていただけると嬉しいです。それじゃあまた次回バイバイ。さて我が家にはね、前の家にあったようなペントリーと言われている食材庫がないので、車庫の一角に主な食材を保管してます。5週間分の食材はね大量なので、家族一同で移動させております。昔安アパートや小さな家にね住んでいた時には、こんな風にね食材庫がないですから、段ボールなどに入れてベッドの下に保管していたこともあります。いやー今はねいい家に住めるようになって本当良かったです続きましては今気に入っている野菜の保存方法です。どうぞ。
I know you want not to give in to what you want and misbehave. I know you are looking for trouble, cause here you are looking my way. I'm not a saint, I'm not a god, but I'll be sure I'll melt your heart. Don't be afraid, I'll make it high, cause my love won't take you to heaven. I'll take you to hell. ビデオで皆さんにお会いできることを楽しみにしております。それじゃあまた来月ってか次のグロースリーチャレンジでお会いできることを楽しみにしてます。じゃあねー、バイバーイ、またねー。